茨城県立大田第一高等学校、附属中学校は、茨城県日立大田市栄町にある県立、高等学校、中学校。略称は、大田はじめ高であるが、大地、太子高などと言われることもある。日立大田周辺では、単に、一高と呼ばれることもある。2020年4月に附属中学校が併設された。1900年4月1日に、 茨城県立ミッド中学校の大田文校として設立され、この日を基準として、同校の設立経過年が計算されている。1902年4月1日に独立して、茨城県立大田中学校となり、1904年12月4日に校舎等の落成をもって、開校式が挙行以後、同日をもって創立記念日とされた。2003年度に、 県立高校としては、茨城県立宇宿営新高等学校に次いで単位制が導入された。水軍線と日立電鉄線の終着駅があったことなどから、日立大田市だけでなく、日立市、中市、東海村、日立大宮市、第五町等近隣の市町村各地から学生が集まり、これまでに約2万7000名の卒業生を送り出している。内閣官房長官を務めた。 梶山ヤ清六をはじめ、日立大田近隣出身の有力者の中には大田大、一高等学校の卒業生も多い。新田次郎、ある町の高い煙突の主人公である、関根三郎の母校として描かれている。1915年9月に制定された。作詞者は当時東京音楽学校教授で、滝連太郎の作曲で、花を発表していた、竹島羽衣であり。 作曲者は当時学習委員女教授の小松康介である。効果は全部で6番にあるが、現在では6番目の歌詞は歌われなくなっている。なお、6番目の歌詞は次の通り。6. 希望輝く、日の下の善と望めば、心地よや、優位の人と身をなして、国と天皇とに尽くして無現在歌われている。応援歌は3種類存在するが、応援歌その4も存在する。 その1、その3の歌詞は公式サイト3章。いざ戦わんいざ戦わん清流ひとたび時期えれば、黒雲巻いて空をかけるく今や、聖覇の時は来ぬ現在の航訓は、姿勢、合憲、新種であるが、当初は、姿勢、合憲、実地であり、1940年4月に、現在のものに改められた。ほとんどの生徒が進学を希望し、 関東県内の大学への進学が多数を占める。特に筑波大学、茨城大学をはじめとした茨城県近在の大学への進学実績が多い。毎年4月の第3土曜日に卒業50年、卒業25年を迎えた先輩が母校に集まって在校生と一緒に盛大な祝賀式を行う。祝賀式では卒業生の挨拶として 各界で活躍している卒業生の話を聞き、式の終盤には卒業生と在校生が共に校歌を歌う。1957年2月23日に第1回の卒業50周年祝賀式が挙行され、1973年4月21日から卒業25周年祝賀式を合わせて実施するようになった。現在3年に一度、 9月の半ばに行われている文化祭である。2日間の日程で開催され、各クラスによる喫茶、アトラクションなどの出展、文化部や有志による発表などで構成される。1950年の創立50周年、記念式典に合わせて始まった清流祭も当初は毎年開催であったが、学力向上を図る目的で1954年から3年に一度の開催となる。 しかし運用の面で経験者がいないことは不都合であるとして1976年から1987年までは毎年開催された。それ以降は再び3年に一度の開催となる。なお、清流祭という名前は1975年から使用されている。2012年4月現在、部活動として以下のものがある。弁論部、水泳部、陸上部、野球部、 男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部、男子公式テニス部、女子公式テニス部、ラグビー部、卓球部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、サッカー部、ハンドボール部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、弓道部、剣道部,道部、柔道部、数学研究部、吹奏楽部、書道部、美術部、英語研究部、写真部、JRC 部、文芸部、物理部、 科学部、生物部、地学部、地理部、死学部。野球部は1989年に、周期県大会で準優勝。その後、周期関東大会に出場したが、宿舎の夕食で食中毒化のアクシデントが発生した。一回戦の朝、体調不良を訴える選手も多かったが、初戦には勝った。しかし、選手たちの体調はさらに悪化し、 準々決勝に挑める状態で亡くなり危険した。選抜高校野球大会出場まで、あと少しまで行ったが及ばなかった。同好会は、以後、将棋同好会、イラスト同好会、映画研究同好会の3つが活動している。茨城県立大田第一高等学校級行動1904年、茨城県西、小牧根金寺によって設計され、1976年2月3日に、 国の重要文化財に指定された。1990年に資料館として整備されたが、弁論大会等で実際に使用することもある。なお、同時期に、龍ヶ崎中学校、三津海道中学校及び、水戸高等女学校に同じ様式のものが建築されたが、現存しているのは本校堂のみである。大田中学校祝賀会、創立25周年記念号。 158ページ、創立25周年記念号、326ページ、ますます週の100年編集委員会、ますます週の100年、896ページ、ますます週の100年、158ページ、ますます週の100年、356ページ、ますます週の100年、383ページ。ありがとうございます。